坂本忠坂本忠明治31年11月7日は武士海援隊大使。坂本龍馬の老いであり、龍馬暗殺後は家督を継いだ。幕末は高松太郎と名乗る。妻は瀬田祐吉の娘であるとめ。子に坂本直樹、坂本直恵、養子に健次郎、清弟に坂本直官がいる。 坂本龍馬家の当主の一人で、龍馬から数えて二代目にあたる。天保十三年、土佐藩の講士である父、高松純三と母、千鶴の長男として生まれる。十九歳の時、九州に剣術修行の旅に出る。旅先で竹市半平太に出会ったことをきっかけに、土佐金納党に加盟して、尊老上位運動に身を投じるが、後に、おじ、 龍馬の紹介によって、爆心、かつ回収の弟子となる。神戸海軍総連署で、航海術を習うが、8月18日の政変の影響で、土佐金納刀が弾圧されると、文久三年に脱藩。その後、一時は、薩摩藩にかくまわれるが、龍馬や六宗むねらと長崎で、亀山社中を結成。長州藩船ユニオン号を購入するなど活躍する。 王政復興後、箱館裁判所兼判事として、函館に赴任するが、旧幕府軍が函館に侵攻してくると、清水谷金なる総督らと共に、青森に撤退した。維新後は、宮内省に出資するが早々に退職した。その後の明治4年8月、龍馬の家督を相続して朝廷から衛生15人ぶを、急せられ、なお、坂本忠氏と改める。以後、 東京府天寺、宮内省雑省、トネリなどを歴任するも、キリスト教信法を理由に、宮内省を免職になる。キリスト教に敬した後は、高知教会の熱心な信者になり、同じく、クリスチャンとなった、龍馬の暗殺犯とされる、今井信夫を龍馬の法要に招いたりもしている。晩年は弟、自家監宅に同居した。明治31年、病気のため57歳で死去した。 ありがとうございます。